見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今回からですね、このシリーズもので、宗教と科学をいかにこうくっつけていくかと。で、ね、宗教においては1000年、2000年、2600年も前からこうずっと続いている宗教もあります。で、なんでこう続いているのかっていうのが、やっぱりこうそこがあった方、宗教的な考え方があった方がうまくいくよっていうので、こうずっとこう続いているっていうところもあるかと思います。そこが、まあ最近のね、まあ私たちの世代になると、なんかそれ怪しくないみたいになってしまったりとかですね、ある意味、どっかの宗教に騙されたとかあってしまうと思うんですけども、そこの、この宗教が本当にこう言いたいところ、本質側のところを、今、量子力学がどん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 こう解明し始めているんですね。で、今回、この2023年の11月16日にですね、東京目黒の円雄寺さんってお寺の中でですね、仏教界の方とかですね、物理学者の方とか、著者の方とかですね、国会議員の方とか、何名か、40名、40何名の方にいらしてくださいまして、で、本当にこう深い交流会をすることができました。で、その中でも抜粋でですね、お話をいただいた、霊魂の霊ですね。性格の性。霊性の回復というところで、霊性の回復交流会とさせていただいたんですけども、霊性って、ゼロポイントフィールド側なんですけども、そちら側を回復させるっていうよりは、そもそも霊性ってあるので回復させるものではないんですが、霊性ゼロポイントフィールド側がありますよっていうふうに気づいてる人たちを、を増やすという意味で回復っていう意味ですね。その交流会を開きました。で、スタート私がですね、最初にお話をさせていただいた後、主催者のですね、円雄寺の岡淳章、ご住職のお話いただきまして、その後ね、先生方の話を何回かに分けてお話しさせていただければと思います。まず、村松大輔からですね、宗教と科学をいかにこう融合させていくか、そこからいかにこう地球平和をクリエイトしていくかというところでお話入りますので、こちらの動画をどうぞ。皆さんこんにちは。本日ですね、第2回目となります霊性の回復交流会という形で、堀澤祖門先生がですね、ぜひこう宗教の世界と科学の世界を融合して、一元本質の側から生きる人たちを増やしていこう、本質の側一元に気づくっていう人たちをどんどん増やしていくっていう目的で、堀澤祖門先生と安江邦夫先生ですね、第1回目そこのお話し合いを持ちましょうというところで、比叡山のふもと KKR 琵琶湖ホテルで 対談という形でさせていただきました。でその後岡先生と私とですね、もっとこれをどん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 広げたいというので堀澤先生に声をかけさせていただきまして、今回これだけ多くの方にお集まりいただきました。でこの会場ですね、円雄寺さんがこちらの 岡ご住職の取り計らいですね、素敵な場所でさせていただきまして、入り口入ったらご覧になったと思うんですけども、もう1200年近くのですね、本当にこう古くからあります、慈覚大師円仁さんが建てられたという非常に古いお寺さんでさせていただきます。でこの場をもって、すごい素敵な場で皆さんが本来の霊性本質側一元の側のですね、つながり合いができていけばと思っております。で最初に、私の方から量子力学で私たちの物質の根源の側をアインシュタインはどういうふうに伝えているのか、でお釈迦様はどういうふうに伝えているのか、でもう2600年も前にお釈迦様がおっしゃっている内容を、ここ100年ぐらい科学の方でだん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 こう解明され始めているというところをお話しさせていただいた後、岡先生の方からお話をいただければと思います。で1枚目がですね、堀澤先生の今回の主意書になります。で非常にこう深い深い内容になっておりますので、その部分は堀澤先生からもお話があると思います。で堀澤先生の非常に深い主意書の中のさらに深いところが、いかにして信仰を復活させうるか、霊性の復活、このような深刻な日本仏教の無信仰状態においていかにして信仰を復活させうるかを取り上げるのは至極当然かつ喫緊の課題である。それには従来のように神仏や経典を人間の理性、
知識のレベルだけで取り上げてきたことを一つの大きな誤謬として捉えられる姿勢が肝心である。人間の理解は多く理念や観念に頼っているが、これが大きな問題であると。大事なのは理解の位相である。位相というのはレイヤーといいますか、パラレルのような感じですね。位相である理念概念の位相は浅い表面に位置するが、赤い字ですね、より深い根源的な位相は魂霊性の位置にあると気づくべきである。それは何よりも体験を原点とする。禅が全ての体験を重んじ、密教が体験によって実生活と深く関わっているのがその証拠である。例えば法華経に対するときに理念概念で理解し受け取るときは非仏説論はどこまでも突き従ってくると。いや、その見えない世界ないんじゃないのみたいな形ですね。しかし魂霊性の見地本質が一元の側から見るときは、諸仏の世界の事実として何の問題もなくそのまま見えない側が権限されてますよということが受け入れられるのである。それが信仰であると。頭で分別理解することは理解であって信仰ではない。むしろ信仰を否定してしまうと、知識でこうじゃないかああじゃないかと議論することは信仰見えない側を否定してしまうと。次の行ですね。仏教ないし宗教の真の復活のためには理解ではなく信仰が絶対に必要である。そのために我々は位相、見えるレイヤーですね、どの位置から見るのかっていう位相として魂霊性の次元に強く注目し、霊性を深く学び、かつ現代社会に復活させていく所存であると。で令和5年6月、堀笹門先生の文章です。非常にこう深い深いことをおっしゃってくださっております。で霊性の回復交流会の目的なんですけども、霊性を回復させていく、で一元側から生かされているということに気づく、で万人万象のつながりに気づき愛と感謝で生きる、そのような人たちの集まりが本当の世界平和の実現につながる、そのことを宗教や科学の分野などから世界へ伝えていくという目的です。で次からですね、私のセミナーでよくお話しさせていただいている量子力学側からの見えない世界がどこまでこう言われているかというところなんですけども、量子力学、今日安江先生はじめね専門家がいらっしゃる前で、私は非常にこう幼稚園生レベルで申し訳ないんですけども、中学生高校生に分かるようなレベルでのお話になります。ウィキペディアもですね、文科省もですね、分子原子からミクロの世界が量子力学ですよと。これ人間見えてる側が古典物理学になります。でその人の位相といいますかレイヤーをこう深めていくと、その下のポチ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 という金色の人間の形をしている、これが原子水素とか酸素とかになっています。なので皆さんはこういう状態なんですね。信じなさいではなくてこういう状態になってますよと。でこの原子電子の集まりです。その原子電子一粒一粒をですね、この一粒がババ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 ってこう金色の粉の集まりみたいな、これを電子雲って言うんですけども、これがドワー本当にお空に浮かんでる雲のような形に水蒸気のようにバーってなってるのを集めたのが皆さんなので、皆さんは雲の集まりですよと。金色がでこれで電子なんですけども、これは後ろの黒い背景側から金色の粒々が現れているので、皆さんの体の隙間は黒い背景、何もない隙間のところからいつも点滅しているので、皆さんは隙間ですよと。で体でもあり素粒子でもあり隙間ですよっていうふうに見える深さを変えていくんですね。だから体であることも正しいし素粒子であることも正しいし、ダダ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 と点滅しているのを生んでくださっている後ろの黒い背景が自分だと。その背景側がゼロポイントフィールドなのではないかなと。そこから素粒子がいつも点滅していますよと。で量子力学と仏教の共通点っていう吉田信夫先生、物理の先生なんですけども、量子力学の本質はあらゆる物理現象の根底には波動が存在すると。素粒子がバーッと揺れまくっているって、その揺れがあらゆる物理現象、机も体もそうですし、
太陽が地球の周りを回るっていう物理現象も波動が存在しますよと。でそれに対してお釈迦様はどういうふうにおっしゃってるのかと、これ堀澤先生から教えていただいたんですけども、お釈迦様80歳最後を亡くなる時のお言葉が、全てのものは移ろいゆくと、怠らず努めようと、まあ、まさに量子力学言ってるなと、常にバーって動きまくってると。だから怠らず努めようと、もう悟ったからもう天狗になるんではなくって、もう毎日毎日毎日死ぬまで努めなさいというのを、私も先生、諸先生方のお姿見させていただいて、日々私を改めなきゃなと感じておりますというところを、量子力学側とお釈迦様が言ってた内容がすごくこう合致してくるんですね。でじゃあその背景のエネルギー側を、ラッセル・シュワイカートさん、こちらは月刊父、本日藤尾恵子さん、取締役でいらっしゃってるんですけども、あと朝倉さんと水川さんが父出版さんから来ていただいてるんですけども、その月刊父の内容が非常に深くてですね、その中に載ってたんですが、アポロ9号の乗組員でマサチューセッツ工科大学のこの方がですね、証明できないんだけど宇宙空間で実験をしようとしたらすごい感じちゃったっていう世界が、全ての地球の生命としての我々であり、今生きている命だけではなく、かつて生まれては死んでいった全ての命、そしてこれから生まれ来る全ての命を含んだ我々っていうエネルギーを感じたと。で、偉大な生命の輪のつながりに自分がそこにつながってたというのを科学者が感じちゃったんですね。証明できないけど感じちゃったというところがあります。アインシュタインは、一人一人に与えられた魂は宇宙を動かしているのと同じ生きたスピリットによって動かされてますよ、皆さんの魂、それぞれの魂はこの宇宙、全宇宙を動かしている大きなエネルギーによって動かされてますよ。で同じくアインシュタインがです、たとえ質量、皆さん質量ありますが、原子とか電子とか運動に変わったとしても、それは依然として実在、この世側の見えてる側の世界、原子電子、皆さんは見えてる側の実在です。で、であって、永遠のエネルギー、不滅のエネルギーの一つの姿が原子電子、皆さんの体ですよと。で、皆さんのお体は不滅のエネルギーの一つの姿で、その創造の統一性、不滅のエネルギーが、なんとアインシュタインも私の言う神なのだというふうに伝えております。でアインシュタインは、イフを与える宗教は否定するっていうふうにおっしゃっていまして、恐怖感を与えるような、例えばお金を入れないと天国に行けないぞみたいな、そういう宗教は認めないというふうに伝えていまして、で根源の宇宙を動かさしめてくれているエネルギーがアインシュタインの言う神なんだというふうに伝えています。じゃあその自分全然自己肯定感ないとか、生きててもしょうがないと思ってる人に、神なんかいないじゃないかって思ってしまうかもしれないんですけども、例えこれ子どもたちに話してる例え話なんですけども、お空に雲が浮かんでいて、雲って水蒸気の集まりで、水蒸気の水滴同士の隙間にはちゃんと青空がありますよと。雲の外に青空があって、雲の中に青空がないんじゃなくて、青空があるからこそ水滴が生まれてますみたいな感じに、私たちの体の素粒子同士の隙間にはゼロポイントフィールド、宇宙の鍋島先生が宇宙大生命とおっしゃってたんですけども、宇宙大生命が私たちの素粒子の隙間にあります。雲の隙間に青空があるように、で宇宙大生命ゼロポイントフィールドから素粒子が生まれてると。で下段です。で私たちの素粒子の隙間にはアインシュタインの言う神があって、そこからいつも体とか机とかマイクとか車とか電車とか生まれていますよと。その雲の層がいろんな感情かもしれないけれども、感情を超えて奥の隙間のところにものすごい神様的なものがあるなとですね、こちらを鍋島先生から教えていただいたんですけども、この大東国師さんって鎌倉時代のですね、お坊様が、それゆえに自称元より仏なり、さらに仏は求むべからずと、仏様どこどこどこって外に求めなくても、もう自分そもそも仏なんだと、そこに気づくだけだというふうにおっしゃってました。自分がそちら側でつながり合ってると、実は地球の隙間も太陽の隙間も隣の人の隙間も嫌いな人の隙間も全部その宇宙大生命でつながり合ってると、青空でつながり合ってるような感じで、そのところをですね、アインシュタインしたんですねが、人間が
宇宙的存在としての自らの尊厳を肉体的自我以上に自覚すれば、この世界は平和になることだろうと言うんですね。自分体なんだけど、体を超えて宇宙的存在だ、自分の隙間青空側で全ての人とつながり合ってるっていうことに気づくと、人から奪わなきゃいけないとか、俺さえ稼げればいいとか、私全然ダメなんだとかじゃなくって、その奥底に命があって、命側で全部つながり合ってると、で気づいたら世界が平和になると。でこちらの側が、私が感じるに一元に気づくと、みんなそこから生かされてるから、そういう人たちだらけになっちゃえば、奪う、自虐するっていうことがなくなって、本当の平和が広がるんではないかなと感じております。悟りってどこなのとか、一元ってどこなのって求めるのではなくて、大東国師さんがおっしゃってる、そもそも自分自身をもとより仏なりと、一元であるということに気づく、そこから瞬間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 生まれてきているということに気づくことなんではないかなと感じております。でそのような考え方が広がることで、人を攻撃する、自分を攻撃するということがなくなって、真の地球平和状態になると私はすごく感じております。なのでこの感覚が広がっていくことが、で今日ですね、お話ししてくださる内容のことが広がることで、多くの人がそちら側から生きるっていう人たちだらけになってくれれば、地球がですね、もう平和になっちゃうのは時間の問題だなと私はすごく感じております。で本日ですね、非常にこう、まあ、びっくりと言いますか、今地球上のあちらの方でロシア、ウクライナが戦争しております。でイスラエル、パレスチナで、パレスチナの方が攻められていますと。でウクライナの方から帰ってきたばっかりのですね、小沢先生とですね、パレスチナから帰ってきたばっかりの神道先生がいらっしゃいまして、その先生方からも、どういうふうに今現状どうなっているのか、じゃあ我々が何ができるのかというところもですね、お話伺えるかと思います。今朝堀沢先生がですね、奥様と山田炎章さんに連れられてですね、今新幹線乗りましたっていうラインを見た時に涙が出そうで、本当に94歳の堀沢先生が比叡山から来るっていうこと自体相当のことなのに、でおそらくコロナ以降初めてこう東京にいらっしゃる、そんだけの思いをかけて今日来てくださって、でそれに合わせてね、横田先生、ほか諸先生方がこう集まってくださって、そういう方々が今日練り合わせていくことによって、相当大きなうねりをいただけると思います。でお釈迦様の取り計らい、イエス・キリストの取り計らい、いろんなこの歴史上の地球本来そもそも平和なんだよって教えてくれていたご存在が今もここに漂っていて、その方々の取り計らいがあって円融寺さんをつかせていただいて、このメンバーが、ね、出会えたと思います。でぜひこの後ですね、引き続き私たちで深まり合いながら、生きている我々が三次元の見える方々に声を通して、自分の作品を通して、お仕事を通して、平和な、ね、周波数を広げていっていければと思います。ありがとうございました。引き続き岡先生の方からですね、ご挨拶いただきます。はい、いかがだったでしょうか。本当にこうね、多くの方を集まりいただいて、でそこをお話しさせていただきました。でそこを通して皆さんが一元の側をね、こう大事に、そちら側から生かされてるってこう気づいた人たちだらけになってしまえば、地球はね、本当に本当に平和になっていくかと感じております。で、引き続きですね、次の回から、いろんな先生方の話を聞いてですね、ますます皆さんの中の生き方、あり方が幸せ側になり、全体から生かされている感になってですね、で素晴らしい人生を歩んでいっていただければと思います。では引き続き次の動画をね、また続けてご覧いただければと思います。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。